今からこの町は水没します。は？バカか？ということで皆様おはようございます。くぬぎ山でございます。素直にヤバいと思ったこの頃の花ちゃんです。いやいや私の判断は、まだ普通だとは思いますよ。俺が普通になってたまるか。ということで今から掘削していきましょうね。いやいやいやお主が今やっていることわかる。え？ただ露天掘りをしてるだけですが、それはマイクラでやることであって、列車でやることではない。でもまあ始めちゃったんで最後まで、見ましょう。こんな動画見てたら精神が、狂うわ。ちなみに地下に何か置いてあると、浮き出ます。そのせいでえぐいことになってるんだけど、建物とかを浮き出させてみるというのも、一つの楽しみだとは思いますよね。だからって全部やらなくていいんだよ。一部の海岸線沿いにあるところだけでいいんだよ。何の入り口から浸水させてるんだよ。でもまあ、見たいですよね。終末世界というものを。どこのドイツにそんな需要があるんだよ。多分ドイツに需要があると、思います。それは誤字だから触れないで。しかしこれ削るのにめっちゃ時間かかりますね。そりゃほぼマップ1枚踏んですからね。反転しているところとか住民は、凄そうですね。まあ道路側に住んでないのが、悪いんですけどね。それ以前に掘るなって話ですけどね。まあまあ住めば都って、言いますし。こんなずっと水着じゃないといけないところに住みたくないわ。終わりました。あ、頑張って作った世界が、海に沈んでしまった。まあそんなことも考えて今回はクリエイティブモードで、作っておきましたから。だからといって到底許されるべき行為ではない。一応マップで比較しておきましょうか。これが、こうなりました。クロマキーで消せそうな感じになってる件について。これ普通に1時間かかっていて、達成感がえぐいぐらいあります。こんなんで達成感感じてもらいたくないな。それじゃあ適当に電車の、全面展望を見てみましょう。まだここら辺は普通なんだよな。え？普通じゃないところなんてあるんですか？普通じゃないところしかないわ。ちなみに全面展望は前回作った急行を使ってます。今回何にも鉄道敷いてないからこれしか見せられるものがないってね。何か作っておけばよかった。いやもう何も作らないでくれこの世界が滅びる。ということで外に出てきました。うわあたり一面水田があってのどかでいいなぁ。ここにいるとかなり落ち着きますよね。いや電車は1時間に30本は来るんですけどね。というかこれが元に地花峠ですか。峠というよりは富士山を模型で横から見た住みたくなってますけどね。絶対こんなに高くしなくていいと思う。せめて100メートルの山にしてあげて、そのような願いは絶対叶わないので諦めましょう。峠。